日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。こちら日清のどん兵衛たぬきつねうどんと天ぷらそば、そしてそれらに最強とついたどん兵衛西を食べたいと、合計4つを食べたいと思います。まあこの普通のどん兵衛は以前10分どん兵衛が流行った時に試して食べてみたことあるのですが、ただ食べるのは初めてです。そしてそれが最強になるとどう変わるのでしょうか。なんか気になって買ってみて食べ比べてみようと思ったんですけど、あなたはどうですか、気になりますか。そもそも最強ってどういう定義で決めてるんだろうとか、まあ作って食べてみればわかりますね。では準備いたしますので少々お待ちを。まずは一番時間が短い天ぷらそばから食べていきたいと思います。まあ本当は全部並べてってやりたいんですけど、それやると間違いなく伸びますからね。では天ぷらがふやけないうちにいただきます。そのまま食べた天ぷらもサクサクとして心地いい音ですけど、これがさ異曲になると、なるほど、これが最強と呼ばれるゆえんですか。全然違いますね。何よりあれが最も違う、つる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 とすすっていくといい感じに絡んでくるあれがね。そして天ぷらも全然違いますね。やっぱり最強というのは伊達ではありません。一方きつねうどんはちょっとと思う部分もあるかも。だけどやっぱり美味しいかな。いやきつねうどんっていいんだいいんだ。いやで、それぞれの詳細なレビューはこの後すぐに行きます。ごちそうさまでした。まず最初に食べた品の天ぷらそばです。後ろに張り付いて張り付いて。つるつるっとした喉越しの良いおそばに、サクサクという心地よい音が後乗せだからこそ出せる天ぷら。やはりシンプルで意外性はないですけど、どこか心落ち着く味わいになっていました。で、その天ぷらそばが最強になると何がどう変わるのか、結論から言うとかなり変わっていました。まず天ぷらの厚みが少し大きくなっていて、噛んだ瞬間によりザクッという音が聞こえるので、さらに天ぷらそのものも元の天ぷらと比べるとかき揚げ風になっていて、噛んだ瞬間に玉ねぎの甘さが広がってきました。もう分厚くなってる分出汁が浸透しづらくなっていて、よりサクッという音が聞こえた気がしました、ね、さらに麺もというよりじゃなくて蕎麦も通常版より細くきめ細やかになっている気がしました。何より出汁がこのようにうわ金と赤という非常に目立つ色になっていて、下に原材料が書いてあるあたり自信のほどを伺わせています。本当に出汁は全然違いました。こちらの方がよりあっさりだけどコクがあるような気がしましたね。で、続いてきつねうどん。口の中で噛んだ瞬間にじゅわっとうまみが広がるお揚げと、つるつる平たい麺の相性はバッチリで、こちらもどこか安心できる味わいでした。では、きつねうどんが最強になると、先ほどの蕎麦と同様に出汁はかなり変わっていましたし、麺もよりつるっとした喉越しになっていました。ただ揚げは通常とあまり変わらなかった気がしますね。やっぱり変わらないのかな。なので最強の方が断然美味しいのですが、さらにその中で選ぶとしたら、こちらの最強天ぷらそばを私はおすすめします。
今回の代表として5点とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演、本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それでは、さようなら。